こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、謎のタイミングかなと思う方結構いると思うんだけど、FF5 の波竜をバッツの D 角入れてやってみようかなって。本当なんでこのタイミングだよねって思うでしょう。あとね、そう、バッツの D 角を、単純に、カルディアダンジョンで使ってみたいっていうところもあり、あと単純に、波竜の攻略動画ね、これまだ全部アップしてないんですよ。なんで、そういえば、アップするかと。その次のね、エンドコンテンツが実装される前に、とりあえず波竜の攻略動画一つずつはね、最低一つずつぐらいは、ネットにアップしておいてもいいんじゃないかなというところで、とりあえずね、最近アップしてない動画ということで、この間、15波竜動画、15波竜動画も何気にレイブス使ってみたで、多分初めてアップしたと思うんだけど、そんな感じで、改めてね、動画として載せておこうかなと思ってやります。ちょっと波竜をしばらく進めようかなと思うんで、進めようっていうか、クリア自体はしてるんだけどね、ツイッターになんかツイートして終わりみたいな感じになってるんで、そう、ちょっとやる気出そうかなというところで、ついでにね、他の、過去に入手した D 角とかも含めてね、使ってみるとこんな感じになるんだよっていうところもね、皆さん的には何の参考になるか全くわかんないけどね。はい、ということで、5、波竜です。で、手持ちはね、もう、とりあえず一つ目の動画というか、どんな感じのコンセプトでやろうかなって考えたときに、単純に、5波竜に関しては、動画としては初めてアップするので、超火力D 角、バッツの D 角の強さとかを見せられればいいかなと思って、バッツメインだよね。D 角。で、あと、このシリーズダンジョンということで、地属性の覚醒ね。これ4人以上揃ってる時に、魔法剣アビー、使用時もう一回放つ。これ確定でくっついてくる。でさらに魔法剣アビーの待機時間短縮するっていう。この覚醒バカみたいに強いよね。うん。シリーズ追加効果で、いろんな効果ね、つけてくるキャラいるよね。フルバフがついていたりとか、味方全体の弱点ダメージアップとか、そういった効果ももちろん強いんだけど、これはもう自分限定の効果なんだよね。自分に対しての、追加効果なので、非常に強力な内容になってます。これ、バッツの覚醒の中では、最強クラス、最強かと思うんだけどね、この追加効果が発動さえすればね。ただこれ、味方ね、5キャラがいなかったとしても、高確率追撃でくっついてくるんで、高確率っていうと 50% だね。それでも十分強いんですけど、これ D 角と、組み合わせた場合ね、D 角ですでに確定3回攻撃になるんで、で、その上で覚醒組み合わせてあげると、確定4回攻撃になり、で、さらにそこにシンクロ重ねてあげると、さらに攻撃回数が増えていくっていうね、凄まじいキャラなんですよ。っていうところで、この組み合わせでちょっと使ってみたよっていうことです。で、これ、以前のですね、この炎シンクロ、バッツの炎シンクロを使ってみた動画っていう動画もアップしてるんですよ。実はこのシンクロと、地属性の覚醒だけで、実は確定7回攻撃が実現できるんだよね。詳しい話はそっちの動画ちょっと見ていただきたいなとは思うんだけど、この遠心の舞っていう追撃、味方が、自分以外の味方が炎属性アビリティ使用すると追撃、で4回発動すると時短、魔法剣アビリティ3回放つっていう効果が付属してくるんだよね。これがバカみたいに強いぞという内容だったんですが、D 角と併用する、この D 角覚醒シンクロってね、3つ重ねることによって、さらなる火力が期待できるよということが一応できるんだけど、今回の動画だとこれがね、ちょっとタイミングが合わなくて、できなかったんですよ。なんで遠心の前まではいかなかったけど、単純に D 角覚醒シンクロ使うと、こんな感じの火力感というか立ち回りというか、恐ろしく強いよねということだよね。ちょっと僕何言ってんのかわかんないと思うんだけど、見てください。簡単に言うと動画見てくださいってことだね。簡単に言うとそう、見てくれれば全てわかるってこと。はい。で、あと、他、その他、ファリスが、炎運用でいきます。バンレイド、ルビーブリッド。で、必殺技が、戦技、覚醒、シンクロ、覚醒と、フルだね、フルですよ。で、エコマテがエースストライカー。何次元、ファリスも弓装備時に物理攻撃ダメージアップ中持ってるんで、ファリス使いはぜひ交換しましょう。あとクイナだね。シリーズ外としてクイナ。やっぱクイナは、使い勝手が良すぎだね。怒り、戦浴び、戦技、シンクロ、覚醒。はい。これ、まあ5だと、そのシリーズ統一とかでもいいんだけど、なかなか待機時間短縮とかがやりにくかったりするので、うん、まあやっぱクイナがね、待機時間短縮しつつ、クリバフ完備というところで非常にやっぱ使いやすかった。で、レーナがこんな感じ。覚醒戦。戦技使わなかったな、そういえば。覚醒に、この覚醒の効果でプロテスシェルヘイストが含まれているので、で、戦技は一応ね、5波竜はフェーズ1でブラックホール、まあ、デスペルが効果くっついたやつ使ってくるから、それの、即時プロシェルヘイストのかけ直しの意味で星6戦技は非常に重要なんですけど、今回の立ち回りではブラックホールフェーズ飛ばしちゃうので、うん、ブラックホール直前、もう本当に直前だよね。もうあと 0.5 秒ぐらい遅れたらブラックホールやってくるっていうタイミングでフェーズ飛ばすんで、まあ、最悪なくてもね、まあ良かったりするんだけど、まあもし仮に僕のこの動画の立ち回り、ちょっと参考にやりたいって人は、ちょっとずれただけでブラックホール食らうんで、星6戦技も一緒に持ってった方が無難。まああるいはただのヘイスがでもいいんだけど、うん。まあそんな感じだね。であと、ケルガーがこんな感じ。神技。で、あと、専用アビとコッパ、ミジン。で、必殺が覚醒とシンクロ。で、マテリアがこんな感じです。まあ、今回あれだね、バッツも強いんだけど、やっぱケルガーも強いね。ケルガーも強い。かなり強いというところですが、はい。まあ、こんな感じでしょう。で、あとはヒストリアクリスタルだね。110! 育て切ってね、110だった。はい。で、まあ、そんな感じでやっていきますが、もうちょっとなんか、あれだね、2つ目の、同じ動画でも2つ目以降は、またなんとか違ったコンセプト、もうちょっと編成難易度低くしたやつとかね、シンクロ異常なしとか、そういった感じの装備とかでやってもいいかなとは思うんですけど、とりあえず5動画1本目はこんな感じでやっていきたいと思います。